んにちは。こんにちは。日本一ニュース第9回でございます。日本一、日本一です。5月、もうすぐね、ゴールデンウィークですけれど、はい、皆さんもね、いろいろとご予定あると思いますが、はい、日本第一と、すでにですね、各地で、様々な活動をやっておりまして、連休中もね、あちこちで制作集中の凱旋やその他いろいろとあると思います、はい、そして5月といえば超豪華なイベントが2つもありますよ。え、何ですかそれは。はい、まず1つ目ですよ。はいはい、皆様もよくご存知のあの玉上俊夫さんと桜井投手が対談です。本当に、それ本当ですか。本当です、本当です。5月7日、はいはい、ね、こちらの午後の時間での14時からですね、はい、開催でございまして、はい、すでに、桜井本舗でチケットも販売しております。あ、桜井本舗でないとチケットは買えないんですか。そうなんです。あ、でイベント自体の詳細は、はい、ですね、ニュースの方に出ておりますので、はい、ぜひですね、ご覧いただけると思います、はい。これはですね、台本も何もなしでもうぶつけ本番でやっちゃうんです。ぶつけ本番で、そうです。で、2人が要するに講演会って名前ですけど、これ対談なんですね。対談の声で、対談で何の脚本もなく、そう本当に2人ともがガチで、そう、ガチ答えたんですね。ガチ答え。いやー、田尾上さんといえば東京都知事選挙にも出、うん、そしてうちの党首であります桜井誠も東京都知事選挙に出て、そうです。東京都知事選挙が両名が戦った両雄が台本なしでついにぶつかり合うという、そうです。まさにこれ夢のカードじゃないですか。そう、夢のカードですよ。しかもね、玉上さん、はい、この人は福島出身なんですよね。ああ、はい、そうですよね。当初は福岡出身、はい、つまり東西対決で、東西対決で、ああ、これは楽しみですね。素晴らしいですね、本当に。いや、私もぜひともこれも見に行きたいというところでございますけども、はい、バズーカはね、さすがに飛ばないと思うんですけどまあ、けんけんがくがくのね、広角青を飛ばしながらっていう感じなんじゃないですかね。ああ、なるほど。しかもほら、今ね、ウクライナの方では戦争は ね、続いておりますし、続いてますね、はい。このような状況の中で、いや、日本の国防はどうするんだ、自衛隊はどうするんだ、はい、ね、いつまでこんなね、低予算で人件費減ってるんだっていう、はい、そういう話もね、はい、出たら面白いなと思うんですよね。そうですよね、この非常にね、リアルなところの話が聞けると思いますからね。そうですよね、はい、はい。まあ、そんな感じでですね、玉上俊夫、桜井誠、玉上俊夫と、どちらでも結構でございますので、そうですね、頭の中に入れておいてください。はい、大変ね、面白い対談になると思いますので、これはね、本当に世紀の、本当に世紀の対談ですよね、うん、はい。もしかしたらね、歴史を変えるかもしれない。まあ、そうですよ、ちょっとオーバーかもしれませんけどね。いやいやいや、変えますよ、これはきっとですね。ただね、皆さんにその目撃者になってほしい。そう、本当です、ね。で、まあ、今ここの上の方にこの桜井本舗の、はい、URL ですか、そうです、が書いてやってる人ね、あると思いますので、はい、それをすぐにですね、皆さん、ね、チェックしてくださればと思いますね、はい、もちろんこれね、一般の人たちにもね、はい、広く本当にそう、ね、聞いてもらいたい。そうでございます。ぜひぜひですね、ご覧いただけたらそうで、はい、はい、もう一度言うと5月の7日の7日です、土曜日ですね。土曜日でございます、はい、土曜日の午後2時からでございます。2時から。東京都内でございます。玉上俊夫、桜井誠の対談でございます。はい、よろしくお願いします。はい、します、はい。そして5月といえばもう一つ、大きなイベントありますよね。そうですね、皆さん、5月の21日土曜日から5月の22日の日曜日、ついにあの取り替え那覇アレが東京に上陸いたします。ね、前回ね、名古屋でね、この爆竹でね、はい、吹っ飛んで、はい、もう非常にあの手間がかかったということを、そうそうそう、準備するのにかかったと言いますけれども、ね、爆竹で全てが吹っ飛んでしまったという、そうそうそう、はい、で、これであのね、仕切り直しでようやく開催できたんですよね。そうですよね、はい、まあね、まあ、表現の不自由だなんと言いますが、これも結局ね、表現の自由の中の行動なんで、はい、我々も表現の自由というものを存分に発揮させてもらおうと思って、ね、はい、いや、もちろんね、あの表現の不自由っていうのの展示内容にはね、はい、それはもうね、言いたいこといっぱいあります、はい、まあ、けれどもね、やはり言論には言論で対抗ということで、はい、我々もこういった、美術展をやろうということになったわけですよね。そうです、はい。それで今ですね、このね、美術のこの作品、これ当院限定に今なっているんですけれども、どしどし応募してみてください皆さん、はい、当院のこの人たち、ホームページのこの掲示板から一番上に青い文字で取り替え那覇アレ
東京2022って書いてありますので、でそこをクリックしていただければ細かい詳細が書かれておりますので、ぜひともですねその詳細をよく読んでから、応募してくださればと思っている次第でございます。はい、お待ちしております。お待ちしております。そしてね、今回の展示にはですね特別展示というのがあったりする。そう、特別展示がなんか人間国宝が来るっていう人間国宝が来るというあの話がありますけれども、はい、人間国宝ですかね、はい、まあね、それも蓋を開けてのお楽しみということで、楽しみということで、ね、あの人間国宝と記念撮影だと楽しんでもらえればと思います。楽しんでくださればと思います、はい、はい、これはですね、またこの一般のこの入場なんですけれども、これも完全チケット制になっております、はい、そしてどこで買えるんでしょうか。桜井本舗でございます。桜井本舗でございます。こちらのね、多分出てるだろうね、こう URL でピンと押すとね、はい、チケットの販売画面に行きますから、そこで買っていただくと、はい、それでこれは大変素晴らしいですよ。ウェブ上でクレジット決済できます。おで、後払いのね、コンビニ決済もできます。おこういうね、大変素晴らしいあの仕組みなんで、はい、もう本当にね、何の気兼ねもなくですね、チケットをあの申し込んで、はい、それであと決済の方法はコンビニなのか、あの、はい、コンビニの決済なのか、クレジットカードの決済なのか、はい、その辺をですね、選んでいただいて、それで、あの、やっていただければいいと。はい。そういう素晴らしい仕組みでございます。便利、大変便利でもございますけど、でも、お高いんでしょ？お高くないんですよ。はい。お一人様、なんと !1 万円ではありません。1000円です。1000円でございます。1000円でございます。1000円でございます、皆さん。はい。ね、この世紀の、ね、美術展が、たった1000円で見るんです。たった1000円でございます、ね、はい、今ちょっとね物価が上がってますからね、はい、ランチでも1000円超える場合多いじゃないですか、はい、ね、それよりも安く行ける、はい、あ、ちなみにこれ場所どちらですか。場所はですね、はい、国立市民芸術小ホールというところです、はい、なんかピンときませんかね皆さん、ね、あら、あら、聞いたことあるよっていう、あれ、聞いたことあるかもしれませんけれども、はい、これはトリエンナーレ東京と同じ会場でございます。そうです、同じ会場でございます。全く同じ場所で、はい、やるということで、はい、まあ、これもね、一つのね、カウンターということで、ね、カウンターということで、ね、はい、やっぱ表現の自由ですからね、はい、はい、あの美術展には美術展でカウンターをかけようというね、はい、そういうことですね、はい、で、あれですよね、はい、これ国立の施設なんですけど、はい、最寄り駅はなんかもっとまた違うところの方が便利らしいですね。まあ国立からも行っても構いませんけれども、はい、なるほどなるほど。まあ、 あのいずれの方法でも行きますので、はい、あのご自分であの調べていただければと思います、はいはい、じゃあね、あの素晴らしい作品がね、揃うことがね、楽しみですね。そうですね、本当にね、皆さんね、この党員の皆さん、はい、私たちはいろんなね、このデビューというもの、はい、凱旋デビューをし、はい、デモデビューをし、はい、そして立候補デビュー、選挙デビューというものもしてますけれども、はい、今度はですね、この芸術家デビューというものも、ね、できますよね。できるということですから ね、 ね、はい、あの、どしどしと来てください。そしてどしどしと見に来てください、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この5月の2大イベントですね。じゃあもう一度ですね、これ、はい、はい、はい、5月7日玉神敏夫桜井誠のガチンコ対談でございます。ガチンコ対談ですよ、はい、そして5月21日22日は、取り替えなハーレー東京2022でございます。はい、どちらも桜井本舗によって、はい、チケットが買えますので、はい、皆さん振るってですね、ご参加してくだされば非常に幸いでございます。はい、はい、お待ちしております。お待ちしております。はい、ということで今日はですね、今までの慣例を破りまして、はい、やろう2人によるニュースでございました。はい、いつもね、こうテーブルを置いてですね、はい、女性キャスターがかしこまって喋ってると思うんですが、はい、今日はちょっとね、普通の対談のようにですねソファに座ってやりました、はい、まあこれが好評なら今後も続けますし、悪用だった場合は何も言わずにこの企画は中止にします。中止いたしますのでですね、はい、はい、でお届けいたしましたのは、副幹事長広報委員長米田隆二と南関東副投手を務めております堀切でございます。はい、では皆様、当日それぞれの会場でお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。日本一。